朝皆さんこんにちは、ディリゲントの下村です。はい、前回に引き続き楽曲の管理方法ということで、この、僕の動画5分で使える DJ テクニックの中で、楽曲管理を説明していこうということなんですけども、今回の内容はですね、前回楽曲の管理方法ということで、なんでハテナになってしまうのかっていうのを解説していったと思うんですけども、今回は、iTunes を、使って楽曲をこう管理しているといいますか、プレイリストを同期させて DJ プレイを行っている方非常に多いと思います。非常に多いんですけども、その分問い合わせも非常に多くてですね、これが表示できない、同期できないっていう、問い合わせかなりいただいております。で、この設定のことについてですね、改めて、ちゃんと動画で説明したいなと思って、今回、第2弾ということで iTunes の同期方法を、これから解説していきたいと思います。はい、ではですね、早速なんですけれども、 iTunes での管理方法を、説明していきたいと思います。はい、というわけでですね、今回はセラーと DJ と iTunes の、同期、この方法について解説していくんですけれども、まずこの iTunes と同期するとどういうことができるんだっていうお話なんですが、皆さん iTunes を普段ご使用されている方は、プレイリストですね、まず iTunes の中に、いろんな曲、すべての楽曲が入っていて、でそれをこう自分で分けてプレイリストっていうのを作っていると思うんですけども、それをそのまんまデータとしてこうセラーと DJ が参照して、この、ライブラリ一覧、セラーと DJ のライブラリ一覧に、同期する。で、左側にプレイリストずらっと出るっていうようなことができるんですね。はい。で、その方法についてこれから解説していくんですけれども、まず、セラーと DJ ですね。セラーと DJ の設定っていうのが必要になります。これが、まず一番右上、ここ、設定というボタンがあります。これ、こっちと押します。押すとライブラリディスプレイという項目がこの中にあるので、ここですね、ライブラリとディスプレイ、ここのライブラリの一番上、 iTunes ライブラリを表示するというところに、これまずチェックを入れてください。そうするとセラーと DJ は、iTunes のライブラリをこう参照しに行くような設定になります。これちょっともう一回こうクリックするとライブラリアップデート完了って下に出るんですけれども、これは今ライブラリを読みに行って、それがアップデートされました、曲として反映されるようになりましたっていう設定なんですね。で、もう反映されているので右上の設定を閉じていただくと、あれ何も変わってねえじゃんっていうのが、今の状況なんですね。はい、反映されていません。何にも変わっていません。これなぜかというなぜかというお話なんですけれども、今セラーと DJ 自体は iTunes のプレイリストを、参照しに行っている状態なんですね、こうどこだどこだ、 iTunes の、曲一覧どこだってこう見に行っている状態なんですけども、 iTunes が、それを実は許可していないっていう状況が考えられるんですね。で、ここからは、iTunes 側の設定のお話になってきます。では、解説していきますね。今もうセラーと DJ は iTunes を読んでいる状態、読み込みに行こうとしている状態だけど、今 iTunes 側がいやそんなダメです、共有しませんって言ってる状態なんですね。では、この iTunes、起動してみましょう。ででん、はい、iTunes でございます。この iTunes の、設定、環境設定というのがあります。この環境設定をしていただくとこんな画面が出てくるんですね。で、これ多分初めは一般環境設定というこういう画面が出てると思うんですけれども、 Windows の場合おそらくですね、この左側あたりに、この設定っていう、タブが出てくる、プルダウンが出てくると思うので、その設定を押していただくと同じような画面出てきます。今回は今 Mac で解説しているんで、iTunes の環境設定から Windows であれば、もう一回言うんですけど、 Windows であれば左あたり、この Mac 全体の左上あたりにあるところを押していただくと設定っていうものが出てくるんで、その設定を押していただくとこの画面が出てきます。で、この中の、上のアイコン7つあります。一般再生共有ストアペアレンタルデバイス詳細と出ていて、この中の一番右歯車ですね、
この歯車の詳細をクリックしていただくと、こんな画面が出てきます。この中チェック項目いくつかあるんですけれども、この中の、上から3番目 iTunes Library XML を他のアプリケーションと共有というものがあります。ここにチェックが入っていない場合、他の、iTunes 以外のアプリケーションに自分のライブラリ情報を見せませんって言ってるんですね。なんでこれを見せるようにチェックを入れていただきます。で、このチェックを入れていただいた後に右下の OK を必ず押していただいて反映させてください。で、これで iTunes 側はもう見せますよ、共有しますよっていう設定になっています。なのでこれで一度 iTunes 側も終了してしまいましょう。ありがとうございます、 iTunes。 はい、で、まあまだ反映されていないわけですね。はい、というわけで次セラート DJ に戻ってくるんですけれども、先ほどと同じようにこの右上の設定から iTunes ライブラリを表示するを一度ペケ押してみましょう。そうするとまたライブラリアップデート完了で、これ今何も見えない状態で、もう一度押します。これで iTunes ライブラリのインポート完了と出てきます。で、これが完了って出てくると右上の設定戻してみましょう。はい、じゃじゃん、ということで iTunes に入っているすぐ iTunes で管理している楽曲すべてここにバーッと表示されるようになります。もちろんプレイリストですね、何月何日はこういう曲やろうかなっていうのもありますし、なんかイベント名とか僕の場合はつけてたりするんですけれども、こういった、プレイリストすべてちゃんと反映してくれるようになりますので、ここまで、これを使って、DJ プレイを行うというのも、ありですね。でですね、この今 iTunes を表示させているんですけれども、今正しく表示されているけども、これがなんかおかしい。例えば、iTunes の、楽曲、例えば1000曲入ってるのに1000曲中200曲ぐらいしか表示されないだったりとか、あとはさっきの、セラート DJ の設定、ライブラリの設定ですね、ちゃんと見せとこう。この iTunes ライブラリを表示するの設定もチェック入っていて、で、iTunes 側も、XML ファイルを他のアプリケーションと共有というところにチェックが入っているけども表示されないっていう場合、あると思います。これは何が原因かというと、このさっき iTunes の設定で XML ファイルを他のアプリケーションと共有という項目にチェックを入れていただいたと思うんですけれども、この XML ファイル、セラート DJ の場合は、Mac だったら、Music フォルダに作られる iTunes というフォルダですね、表示しましょうか。ファインダーメニュー、Music の、こういうのがあると思うんですけども、この中の iTunes の中に入っている iTunes Music Library.xml というこのファイルがあります。このファイルがここにない場合、読むことができません。ということは、ここの XML ファイルを使わないと、セラート DJ の範囲ができないということなので、そうですね。例えばなんですけれども、外付けハードディスクで楽曲のデータを管理していて、で、この iTunes Music Library.xml っていうのが、ライブラリデータなんで、実はちょっと iTunes 側の、オプション起動っていうので、この外付けのハードディスクに入っている、iTunes Music Library.xml を読み込みますっていうような、起動方法とかもあったりするんですね。そういったちょっと、なんていうんですかね、通常の使用方法ではないというか、ちょっと特殊なことをされている場合、セラート DJ に関しては、この、iTunes というフォルダの中の iTunes Music Library.xml しか読まないので、必ずここで管理していただかないと、同期できません。なので、必ずここの、Music フォルダの iTunes の iTunes Music Library.xml がここにちゃんとあるという状態じゃないと、セラート DJ は同期しないので、この点について気をつけてください。で、あとはこの iTunes Music Library.xml が例えば別の場所で作られていて、こっちを普段ずっと更新している場合、例えばその更新をこっちでしているので、ここに残っているのが古かったりするわけですね。こ
この XML ファイルのデータが古い場合、さっきみたいな1000曲あるうちの200曲まではこっちの XML ファイルを使って、管理、iTunes を使っていたんだけど、それがひょんなことからこっちのもので更新するようになって、こっちは1000曲、こっちが200曲のデータになってしまっているということも考えられます。なので必ずここの iTunes Music Library.xml というのを最新のものにしていただいた上で、常に同期というか更新していくような設定で、iTunes を使っていただければ、セラド DJ もここを読みに行きますので、必ずここの場所に置いておくようにしてみてください。で、ここ今 Mac では、この Music フォルダの iTunes の、iTunes Music Library とお話ししたんですけども、 Windows の場合も、同じですね。ミュージックフォルダというのがあって、その中に iTunes というのが作られます。で、その iTunes のフォルダの中の iTunes Music Library.xml、 これは Windows でも同じ場所にあるはずなので、ここを絶対、ここにないと、セラド DJ は、正しく読み込みに行ってくれないので、この点だけ、皆さん注意してください。はい、ではですね、今回 iTunes の同期の、注意すべきポイントですね、各、チェック項目と XML ファイルの場所、ここで、もう、まあ、ほぼほぼ大丈夫だと思います。 iTunes が必ず出てきてくれると思いますので、皆さんこれで iTunes の中の楽曲を使って、セラピー DJ で DJ をしてみてください。はい、でですね、今回はこの iTunes の同期について、楽曲の管理第2弾ということで、お話しさせていただいたんですけれども、次はですね、ちょっとこの、ま、管理の中の一つ、また基礎編ということで、基礎編第3弾ということで ID3 についてちょっとお話を、させていただけたらなと思います。